浜松市浜松オートレース場近くにあるクレイジーママ、とても仲のいいご夫婦なんですよ。うちは冷凍食品は全然使ってないもんで、時間はちょっとかかりますけど、それで出してます。オーダーが入ってから肉をこねるんです。ソースもママのお手製なんです。レトロなバイクにヴィンテージのギター、見る人が見ればお店の中は宝の山だとか。もちろん美味しい宝物もあるんですよね。はい、オープン当初から昭和の味を守り続けた大人気メニュー、こちらスパゲティナポリタン。ちょっと細めの麺に卵が絡んで美味しそうですね。卵が絡むってなかなか珍しいスタイルですよね。はい、あ、美味しそうです。名古屋の人とか、あと千葉の人とか、沖縄から来た人いますよ、バイクで。全国からクレイジーなファンを引き寄せるクレイジーママの一番人気がこちら、焼肉丼。ボリューム満点。やっぱり野菜を絡めて食べてもらいたいっていうのとすごくあるもんで、千切りのキャベツを下に引いて、なおかつ上に乗ってるのも玉ねぎとか人参とか、あとピーマンも乗せて、とにかく野菜をメインにして食べてもらうと分かりますよ。敷居が高いというお客様もいますけど、こんな私たちがやってるもんで、そんなことありませんよ、みんな仲良くしましょう。はい、来てよこのお二人にファンは惹かれているんだなってよくわかりますね。美味しくて楽しいお店ですよ。クレイジーになりたい